干渉樹脂とは、天から地上を及び人間世界支配の代行者として認められた天使が天体を観測して正しい歴史を把握し、それに基づいた正確な暦を民に与えて生産活動に従事させること。正確な太陽や月の動きが知られていなかった古代、中国においては歴史を正確に把握することによって生産を安定させ社会秩序を確立することが 皇帝の最も重要な責務であるとされた。その一方で皇帝が歴史を正確に把握するためには天の持つ高い徳をよく理解し、自らもまた実践することが求められ、それができていない場合には天体の動きや季節の循環にも悪循環が生じて正確な歴史を把握が困難になると考えられ。 気象災害の発生と皇帝の不徳が結びつけられて考えられるなど大きな問題になることがあった。少書、行典には、すなわち義話に命じ、金見て皇帝に若非実月精神を歴承し、高しみて人に時を十句とあり、歴承把握と正確な暦の作成が皇帝の重要な責務であったことが知ることができる。そして王朝交代の際には、 天使の天命と権威を示すために改歴が行われ、前王朝よりも正確な暦の作成が図られた。内田正夫、暦と時の時点日本の歴法と時法を山書く、1986年5月。ISBN46 億3900万5660。ありがとうございます。